ポケれなくなったの。ポケれなくなりました。放置時間以外で。サロウィン原宿の児玉洋平です。サロウィン原宿店の坂田真由です。サロウィンの本部で働いております高橋千尋です。サロウィン渋谷ジュール店で働いております中塩光平です。サロウィンのすごいいいなって思ってるところは、はい、スタッフの質が高い。そうですね、うん、もうそこに尽きるかなっていうふうに思ってて、うんうんうん、まあ基本美容師本業じゃないですか。はい、まあ、で、技術力もみんな高くて自己プロデュースもできて、うん、おしゃれで可愛くてかっこよくてみたいな、結構あとは有名な美容師さん多いし、はい、そういうところでサロウィンってすごいこう他のフリーランスサロンとかシェアサロンとかと比べて個人的には頭は一つ以上出てるなっていう感じはするし、ちょっと憧れの場所に なりつつあるんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。確かにそうですよね。なんか自然にそうなりましたよね、うん、だんだんなんかいることでね学べるっていうのもありますよね、はい、美容師として。そうですね、インスタの運用とかそれぞれね個性すごいあるじゃないですか、はい、個性強い人がいい意味で集まってきてくれてるんで、なんかフリーランスなんですけど技術とか止まらずみんなで成長していけるちょっと不思議なシェアサロンになってる気がします。あと最近あれだよね、うん、あのサロウィン内で講習とかね、そうなんかあったりするから、はい、自分の得意な技術だったりとかその、はい、なんだメーカー商品だったりとかね、はいはい、紹介してくれるのはすごいありがたいよね。アップデートしつつ。そうですよね、それ最近だよね。確かに最近こう活発的に動き出しましたよね。うん、TikTok が、はい、あとインスタで収録してるんですけど、すごい TikTok で何ですかね、いい意味で会いに来てくれる方がいらっしゃるので、そうですね、僕の場合は美容師というなんかその技術とかブランディング以外にもして言いにくいです。なんか自分を生かしたっていうか、そのあれですね、っていう集客はしてます。ステーム、うん、テムリももう、うん、最初のスタートのメンバーが皆さんすごい強い、なんかありがたい、うん、結構有名店の出身の美容師さんとかに集まってもらって、もう最初からブランディングっていうので有名だったりとか発信力が強かったりとかっていう美容師さんに集まってもらって、で、まあ、結果サロウィンのその運営がすごく良いのでみんなそこで残ってったっていうのがあると思いますね、うん、自然とやっぱそう、まあ、類友っていう感じでみんな集まってきやすかったんじゃないかなっていうところはありますね、うんうんうん、確かに。なんか最近だとそのサロウィン自体が地方にもオープンし始めてるんですけど、その中でなんか地方の美容師さんの憧れの都内の美容師さんがサロウィンに所属してるからちょっと気になってましたみたいな感じで、なんか美容師の中のちょい芸能人みたいな有名人みたいな感じの存在の方たちが所属してくださってるっていうのはありますね。勝手に宣伝されてて、いや本当になるきっかけは、僕はいい意味で飽き性のなんか半年に1回ぐらい新しいことをしたいなっていうことが衝動が起きるので、でなんか一つのきっかけとして自分で集客が、まあ、インスタとか TikTok の方が多かったので会社にいる意味がないっていうのはあれですけど、自分で集客していい意味で刺激のある僕は人生を歩みたいっていうかのがあるので、フリーランスになったのと、あと自分の自由な時間が欲しかったのが一番。美容師以外にも仕事をしないので、うん、そこの部分では会社にいると自分が空いてる時間でも会社の仕事をしなければいけない時間だったので、そこの部分で自由な時間が欲しいためにフリーランスになったっていうのは結構大きかったです、うん、あ、なって今半年ぐらいなんですけど、最初なるきっかけはその私2月末までカナダに1年間住んでたんですけど、うん、でそれまでは普通に正社員で美容師してて、で海外1年間美容師していろんな経験積んできて帰ってきた時に、ちょっと地元の福島と東京を行き来しながら美容師したいなっていうのと、あと YouTube もちょっとやりたいなとかっていうのもあって、そのうまく時間を使いながらけどちゃんと軸として美容師をしたいって、なんかそう考えた時にどういう働き方が一番いいんだろうと思って、フリーランス美容師になったんですけど、なのでやっぱり今の中塩さんの話も聞いて、やっぱ時間が
一番大きい理由かもしれないですね。自分のやりたいことに時間を使えるような働き方を選びました。私はスタイリストになって1年経った時にちょうどフリーランス美容師になりたいな、なろうかなって悩んでたんですけど、結構周りの美容師の先輩からは反対されてて、フリーランスって結構こう保証がなかったりだとか、なんか女の人は大変なんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、自分で冷静に考えてみた時にやっぱ2人が言うように自分の時間と、あと何よりお客様と1対1で自分のペースでできる時間枠も他のスタイリストをまあ気にしないでというか、まあ、全て自分でプロデュースできるっていうのはもうプラスでしかないんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ人生長いから1回ぐらいフリーランスやってみようかなっていうのでやってみて、結果すごく正解でした。フリーランス美容師になってもう3年ですね。結構長いんですけど、まあ、当時そのフリーランスっていうのがちょうどこう聞かれ言われ始めたぐらいの時にもう、いろんなことが嫌なことから逃げてフリーランスになったって言った方がいいかもしれないですね。僕多分性格上多分社員だったらめっちゃ使いやすい人なんですよ。一生懸命仕事するし、会社に尽くすし、めっちゃ空気読むし、人間関係のバランスしっかり取るしみたいなんで、多分めちゃくちゃ使いやすいんですけど、要はもう使われることに疲れちゃったっていうか、で、あとはその使われる人との信頼関係が結構僕裏切られることが多くて、で、そうなんですよ。で、もう誰も信用できねえみたいな感じで、一人でやんぞみたいな感じで飛び出したっていうのがまあでかいですね。てかもうそれしかないかもしれないです。その後にやっぱこうフリーランスいろいろいいよねって、こうフリーランスがまあ駆け出しではないですけど、他にも前例はいたんですけど、こう自分でいろいろ模索して調していく中で、あ、フリーランスってこんなにいいんだっていうのをみんなが言ったのをまあ実感したっていう感じですかね。で今だから当時のことを恨んだりはしてないです。初めて社長と会って、でその後連絡が来て本部で働いてほしいっていう連絡が来たんですけど、それもなんかそのもともと私の夢で経営者になりたいっていうのがあって、もともと自分の夢がで、なんかその中でそのフリーランス美容師といって働いていく段階でそのビジネスとかそういう勉強もしていかないとなっていうのを考えてて、でそのきっかけをいただいて、そのシェアサロンの内側の勉強をできるっていうのは、今その普通の正社員サロンだったらなかなか勉強ならんできないことだと思うので、で今そのサロンの状態としてそのいろんな地方に今店舗展開すごいしているじゃないですか。でそういうサロンがどんどん大きくなっていくっていうことを目の前で見れるのもなかなか難しいことだと思うので、今私がそれは一番このフリーランス美容師っていう道を選んでよかったなっていう思ってます。ありがとうございます。指名してきてくれるお客様がいて、それをまあ一から最後までずっと携われることができるので、それで満足度が高くなってるかなとは、うん、そうですよね。なんで僕多分フリーランスになってから会社にいると、まだ何時かっていう時間を気にしてたと思うんですけど、それがないです。今何時かっていうのは、時間を気にしなくなっていて、あっという間に終わるから、時計見なくなったな。時計見なくなりました。確かに放置時間以外そう、確かにでもなんかお客様一人に対して本当になんかこう来てくれることのありがたさめっちゃ感じるようになりましたよね。感じますね。バランの力がなく本当自分にみんな来てくれてるから、それお客様に対する感謝っていう気持ちが大きくなったのも確かに良かった点には思いました。なんか全部が自分が選んで作ってる時間とかスケジュールじゃないですか、はい、休みもそうだし仕事もそうだけど、で自分で選んで仕事してるから週1休みにしてるんですけど、今週1休みだけど、なんかあ美容師が好きで本当にやってるんだな自分って、ってこういう風に思える、なんか嫌じゃないというか、多分正社員とかだったらちょっと休み欲しいじゃん。そうですね、そうなんか好きなことやってるけどちょっとやらされてるから分かってしまう。ちょっと休み欲しいんだけど、あとは収入面ですね。収入面でやっぱり
すさんだ心がやっぱ豊かになって、うん、今お客さんにこう全力で、うん、自分の持てる全てを持って、うん、やっぱ還元できてるかなって思うし、うん、あとは社会の仕組みをちょっといろいろ知ったみたいな、税金関係とか保険とか、そうですね、そういうのとかをやっぱ知って勉強する機会が会社員だったらなかったなっていう、はい、いやそうですね、そこが結構でかいかもしれないですね。だからゆえに、まあ、収入が多くなりました、これだけ税金を納めてますってなってくると、やっぱ政治にも興味持つし、うん、あとは社会貢献をちょっと意識するしみたいな感じで、やっぱこう考え方が変わりましたね、うんうん、ですけど、なのでなんかやっぱ特化してないと今の業種は埋もれちゃうのかなって、うんうんうん、確かに個性、そうですね、埋もれちゃう、うん、例えばそうです、ね、3つ特化してたら絶対何かしらで当たって自分を知ってもらうきっかけになると思うので、やっぱそうですね、特化してるものが必要だと思います。こうなんか、なんていうんですかね、今正社員とかで所属してたらこうプロデュースしてもらえてっていう力、バックの力あると思うんですけど、やっぱそれだけに頼らず、そう、自分で自分をどんどんアピールしていかないといけないんだなってすごい実感しますね。でアピールしてその個性をね、はい、3つ肩書きするみたいな、そうですよね、難しいけど、うん、ね、難しい、難しいですよね、いっぱい考えないとだよね、自分の得意なジャンルとかやりたいこと、ね、なんか SNS もとりあえずみんなとりあえずやってみてって感じですよね、で自分に向いてるやつを伸ばしていこうっていう、ね、なんか流行りの投稿の仕方とかもこう、うん、あるけど、そればっかりやっててもね埋もれるし、そうなんですよね、うん、自分のやりたいことも忘れずにけど今の流行も取り入れながらみたいな、うん、どう思います？いや、ね、もう本当それに尽きるよでも個人的にやっぱ思うのは、まあ、常に僕も SNS とにらめっこして、うんうん、もう頭悩ませてるんだけど、うんうんうん、でそれでまあ成功していく人とかもやっぱたくさん見てるけど、うんうん、やっぱり並行して技術も必要だよねって、その僕はもう14年美容師やってるから、うんうん、あれだけずっとこの大きな美容業界の流れ、変化の流れを見てきてるから分かるんですけど、うんうん、自己プロデュースが先行になって売れちゃう人も多くて、そのバランスをやっぱり大事なものはやっぱりちゃんと、はい、技術は磨いていかないと、あくまでも技術職なんで、はい、そういう美容師さんが増えてほしいなと思いますね。美容師さんじゃない一般の方々も、もうその美容師さんのインスタをもうすごい見てるじゃないですか、うんうんうん、もう今ってみんなの目がもう超えていると思うんですよ、うん、だからごまかせない部分も多分どんどん、そろそろごまかせなくなってるね、これってすごい加工してるよなみたいなのかもやっぱね分かってる、大事、携帯ばっか見てるんじゃなくて、やっぱ髪の毛と向き合う時間をやっぱ増やしていかなきゃいけないかもしれない、確かにじゃないと満足ねしてもらえない、満足度は下がっちゃうし、むしろインスタとかのハードルが高ければ高いほど、こんな私になれるんだみたいになってくると、確かにやっぱそれをそれに近いものを再現してあげないと、がっかり度はもうめちゃくちゃ高いから、そうですよねそうですね、嫌な方のギャップが、嫌な方のギャップが出ちゃうとやっぱ悲しい思いするお客さんが増えちゃうのはやっぱ良くないよね。僕はいい、ありがたいことにインフルエンサーとか、うん、自分の拡散をしてくれる方が周りに多いので、うん、そこの部分を使った仕事を新しくやっていこうかなとは思ってます、うん、今なんか私の環境だと、そのいろんな美容師さんと本当関わることができるんですよ。なんでその今の美容師さんたちが何を求めてるのかとか、何に悩んでるのかっていうのがすごい、何ですか、リアルタイムで聞けるので、なんかまあそういうところを活かしながら、まあサロン内でも働きやすいシェアサロンをどんどん、なんかどんどん進化していければいいなっていうふうには考えてはいますね。社長の男に惚れ込んだというか、うん、ところがあって、社長が今目指しているそのところがすごい共感できて、その景色を見たいなっていう感じですね、うん、なんで僕のできることは社長とのサポートするし、そこのところまで連れてほしいなっていう人ですね。